はこんばんにちは、ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は雨がすごいわね。そうなんだぜ。冠水しているところもあるらしいぞ。水は怖いわ。そうね、今回は、甲賀結界事件について話してみようかしら。甲賀結界事件。ねえ魔理沙、実は加賀固有名詞って知ってた？加賀？もしかして、甲賀のことなのか？正解、本来は加は甲賀のことよ。そして甲は長江のことなのよ。長江は揚子江とも言うわね。加はとても大きな川ってことなのか。じゃあ、日本には加はないんだな。そう、大河ドラマはあるけどね。今回解説する甲賀結界事件は、そんな中国を代表する甲賀の堤防が爆破され、流路が変わってしまった事件なのよ。そんな大事件があったのか？ぜひ教えてくれ。オッケーよ。では、ゆっくりしていってねー。まず甲賀ってどれくらいのスケールの川なんだ？甲賀は、中国の北部を流れ、渤海へと注ぐ川よ。全長約 5464km で、中国では長江に次いで2番目に長く、アジアでは長江とエニセイ川に次いで3位、世界では6番目の長さなの。さすが甲賀文明を生んだ川だな。日本の長さよりも長いんだもんな。そうなのよ。でね、この長江結界事件が起こったのは、日中戦争初期の1938年6月のことなの。日中戦争、昭和の初めだな。ええ、昭和13年のことよ。この事件は、国民革命軍が日本軍の進撃を食い止める目的で起こした甲賀の反乱なのよ。犠牲者は数十万人に達し、農作物に与えた被害も住民を苦しめたわ。霊夢、ちょっと待ってくれ。国民革命軍って中国の軍隊だよな？自国民を犠牲にしてまで反乱を起こしたのか？そうよ。そんなこと、信じられないんだぜ。しかも数十万人の犠牲者だろ？簡単に経緯を解説していくわね。1937年に日中戦争が開始し、日本軍は中国の中心部への進軍を進めたのよ。1937年7月に盧溝橋事件を発端として日中戦争が始まったの。12月に日本は首都、南京を攻撃目標としてこの地を占領したけど、11月に中国は首都を南京から重慶へと移していたの。そして1938年6月までに中国北部の全域を制圧したのか。1938年6月6日、日本軍は河南省の中心地である解放市を占領、鄭州市が攻略される状況となったわ。鄭州ってどんなところなんだ？鄭州は交通の動脈である京港線と老海線の両鉄道路線の合流点なの。日本軍が攻略したら、中国政府にとっては武漢、西安という主要都市の危機だったの。中国側から言ったら、かなりの危機だったんだな。国民革命軍側では司令官の甲賀の堤防破壊により洪水を起こすことによって日本軍の進撃を阻止する案が司令官に示され、蒋介石の承認を得たのよ。蒋介石って国民革命軍の総帥か。じゃあ意図的に甲賀の一部を爆破して川を氾濫させるという甲賀結界事件を承認したんだな。北支戦線において、こういう目的の堤防決壊は何度か行われていたわ。甲賀の堤防決壊を行うことを考えられているらしいという噂は日本にも伝わっていたの。堤防決壊の噂はあったのか？ええ、外国人の事情通からの情報があったのよ。これに対し、日本軍側は進行を控えるんじゃなくて、むしろその前にできるだけ進行を進めておくことで事態に対応しようとしたの。でも堤防の決壊なんて、一朝一夕にできることじゃないだろ？そうなの。準備が必要だったの。国民革命軍は5月頃から住民の交通を遮断し、甲賀本流が河岸に激突する場所に内径10メートル、深さ15メートルの穴を掘り、これを互いに横行で連結して爆破する準備を行ったの。ものすごい大きな穴を掘ったんだな。解放北方の堤防上では溝を掘って増水器に自然に決壊するように準備されていたわ。堤防破壊の準備作業は5月下旬から確認されており、国民革命軍は師団の兵に加え、付近の農民を強制的に作業させたの。付近の農民も作業をしたのか。自分たちの土地が流されてしまうのに。爆破を命じられた将軍は、蒋介石からは日本軍前衛部隊の背後を襲う形での堤防爆破を命じられたの。でも、国民革命軍の撤退が終わっていなかったので、爆破を延期していたのよ。じれた蒋介石から爆破が行われたかについて何度も問い合わせが来たそうよ。国民革命軍の撤退よりも、堤防爆破の方を優先しろっていうのか？そして6月7日には厨房付近で爆破が行われたが、この作業は失敗し、場所を火炎口に変更して作業が進められたわ。6月9日午前9時に作業が終了し、甲賀の水は堤防の外に流出したの。氾濫はどれくらい広がったんだ？氾濫は河南省、安徽省、江蘇省にまたがる5万4000平方キロメートルの領域に及んだのよ。5万4000平方キロメートル？すごい面積じゃないか。そうなの。近畿地方と四国を合わせた面積よりも広いのよ。
水没した範囲は11都市と4000の村。山椒の農地が農作物ごと破壊されたわ。人的被害はどれくらいだったんだ？諸説あるんだけど、多いもので水死者は100万人、被害者は600万人と言われるの。そんなに？あまりに多すぎて、リアルに感じないぜ。国民革命軍は解放陥落直前に約 8km にわたって黄河の堤防破壊を行い、浮きに入る解放一帯を水没させたわ。堤防の破壊作業は早いものは6月上旬から数度にわたって行われる形となったの。そうか、一箇所では効果がないんだな。6月11日の夜に厨房の西方 20km の地点で黄河の堤防3箇所が破壊され、水が堰を切って流れ出したわ。決壊したのか。12日午後5時に日本軍の2部隊が堤防修理に出動し、解放治安維持会からも50名以上が自発的に応援に出たわ。洪水は厨房を中心として幅約 20km にわたり、5メートル弱の高さを持った厨房城壁は30センチメートル程度を残すだけとなったのよ。え？日本軍が堤防の修理をしたのか？幸い線路が高いところに位置していたため、住民は線路伝いに徒歩で東方に避難したのよ。よかった。避難できた人もいたんだな。日本軍は船いかだ百数十艘を出して住民と共に救助活動を行い、同時に氾濫した水を厨房付近から別の地域に誘導するために堤防と河道を作ったの。救援活動をしたということは、日本軍の被害はどれくらいあったんだ？それが、この惨状の中でも日本軍には犠牲者、被害ともにほとんどなかったのよ。それは良かったんだぜ。国民革命軍は現場に近づく日本軍に攻撃を加えたり、日本軍が住民と共同で行っていた防水作業を妨害したの。ええ？このゴミを読んで妨害するのか。戦争中だからなんでしょうね。日本軍の地上部隊は住民と共に土のうによる防水作業を行ったのよ。日本軍の航空機も氾濫した地区において麻袋をパラシュートで投下して支援したの。とにかく被害を少なくしなくちゃだぜ。でも、決壊地点の対岸にいた中国軍遊撃隊が麻袋の投下開始直後から、その航空機と地上で防水作業中の住民に激しい射撃を加えたこともあったの。全般に当初の洪水による被害は限定的だったの。だけど、その後の雨による増水でそれまでの決壊箇所から崩壊が拡大してしまい、被害が広範囲に及んでしまったのよ。そっか、その後の雨が被害を大きくしたのか。そうなの。場所によっては人の避難が間に合わなかったのよ。通常は7月が増水期で、今までもこの時期に決壊が起こることがあったのよ。この時は、6月としては異例の量の雨が降ったために、国民革命軍の想定以上の事態となったのね。中国側も、こんなはずじゃなかったってことか。被害の大きさが分かってからは、国民革命軍側でも堤防復旧作業に対する妨害は取りやめることにされたって、日本メディアの報道もあるのよ。ちょっとだけ、ほっとしたんだぜ。日本軍に救助された避難民は解放方面1万、主戦鎮、通居方面5万、医師方面2万、その多数万だったそうよ。ともかく救助されてよかったんだぜ。次は、この事件の報道について解説するわね。中国国民党は当初から黄河決壊事件は日本軍が引き起こしたものであるって発表してたの。なんだって。6月11日午前、中国国民党の通信社は日本の空爆で黄河決壊という偽情報を発信したのよ。そして6月13日には全土の各メディアが日本軍の暴挙として喧伝したわ。戦争中とはいえ、ひどいじゃないか。でも、各国のメディアは慎重な態度を取ったの。もちろん日本は中国側の発表を否定するコメントを出したのよ。そりゃそうだぜ。中国側からは、事件は日本軍によって意図して行われたことで、厨房と鄭州地区にある中国軍陣地への水攻めをしたものとしたの。さらに報告では日本軍機による厨房北部の堤防への爆撃が続けられて、この爆撃が洪水を悪化させたと説明し、その上日本軍は洪水の被害を受けた地区からの避難民を機関銃で銃撃したとされたわ。それは、濡れ衣だぜ。日本軍は自分たちの前進を妨げる洪水を引き起こすことはするわけないし、また堤防の大きさを考えたら、爆撃と砲撃によって堤防を破壊することは不可能だったと主張したの。ちゃんと反論しなくちゃ。アメリカにおける報道は被害の規模を伝えるにとどまっていたわね。イギリスでは日中双方の主張を伝えていたわ。釈然としないんだぜ。フランスでは中国軍の黄河の堤防破壊は下級軍人の個別の行動ではなく、有識者が熟慮の末に、重大な責任を負って準備決行したものであると報道されたの。ふむふむ。各国ともわかってはいたんだな。スペインの新聞の社説では、黄河決壊をノアの箱舟に例えて、中国の7000万の住民が大洪水の犠牲となろうとしている。しかし、米、仏いずれからもこの世界に前例なき人類一大殺害に対し一言たりとも抗議する声を聞かないと中国と各国を非難していたわ。人類一大殺害、その通りだぜ。
洪水は何百万もの家を水没させたんだけど、あらかじめ知らされていなかった大多数の住民には逃げる時間がなかったの。ただ堤防の破壊地点付近では国民革命軍が知らせたため、家具重機類は高い場所に運ばれた上に、同時に見舞い金も渡されていたことが住民から報告されているわ。決壊の手伝いをさせられていた人たちは、何をやってるかわかるから逃げられただろうしな。中国軍にとっては運悪く晴天が続いて氾濫した水の蒸発が早かったことから、軍事作戦としての想定していた効果は得られなかったの。洪水を引き起こすために火炎鋼で堤防を破壊することが必要だったかどうかは、その人的被害の大きさとともに今も議論されているの。今でも議論されているのか。1940年までは洪水が日本軍に機動性の難題をもたらして、戦局が膠着したため部分的に成功という説もあるわ。でも、結局日本軍の進撃を止められなかったんだろ？ええ。日本軍は武漢山鎮への進撃を一時停止したけど、進路を変更したことによって10月26日には武漢山鎮を占領したわ。黄河決壊は、中国側にとって大きな被害だったんじゃないのか？そうね。農作物にも大きな被害を与えたし、さらに食料調達のため、農民は厳しい搾取を受けることとなったの。1938年の堤防決壊による直接の農業生産への打撃による穀物不足は1940年10月の収穫まで続いたのよ。そんなに穀物不足が続いたのか。もともと渤海に流れ込んでいた黄河が流れを変え東南に氾濫し、いわゆる新黄河となって黄海に注ぐようになったの。流れが変わってしまったら、今まで流れていたところはどうなるんだ？もう流れないんだろ？マリサの言う通り、それまで黄河によって潤されていた北市の田畑は夏になると乾燥して水飢饉となったの。反対に中市の新黄河流域地方は毎年洪水に苦しめられることになったわ。そうか、急に流れるようになったら洪水になるよな。黄河の流れは南側へ変わり黄海に注ぐようになったけど、堤防が1946年から1947年にかけて再建されたことで1938年以前の流域に戻っているわ。よかったんだぜ。1942年に河南省で日照りによる干ばつが起こった際に飢饉が発生し、道端には凍死者と餓死者が溢れたの。これらの時期に死者300万人、土地を捨てた者300万人、救援を待つ植えた人々は1500万人よ。これも人数がすごすぎるんだぜ。オドリック・ウによると、日本側は各地の倉庫から食料を放出したけれど、飢饉の年月においても日本軍やその傀儡による過酷な食料収奪の手法や苛烈な挑発が行われていたため、農民たちは共産党側に行ったとされているわ。国民党と共産党は外国の侵略勢力と戦っている大義名分もあっただろうしな。作家、劉心雲の小説温湖1942にもこの頃のことが書かれているの。1942年から1943年にかけて河南省では300万人余りが餓死し、この状態が続けば全滅していたんだけど、1943年の冬から1944年の春までの間に日本人が河南の被災地区に入り、軍糧を放出して多くの人々の命を救ったんですって。ふむふむ。この結果、河南省の人々は日本軍を支持し、日本軍のために道案内、日本軍側前線に対する後方支援、軍隊に入り日本軍による中国軍の武装解除を助けるなどした人の数は数えきれないほどだったとされているの。なんと。でも、日本の防衛省にはこれらを証明するような資料はないのよ。ノンフィクションではなくて、魯迅の狂人日記のように、あくまでも小説とされているわ。そうだったのか。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるからよかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。